たっちゃん。こっち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 。降りた。たっちゃんこっち。はい、たっちゃんこっち。はい、どうぞ。スイッチ入ってなかったね。チャイでもいい。チャイでもいい。聞いてみてくれる？うん、あのコーヒーが良かったらちょっと時間だったら。あ、もうそこ閉じられちゃったね。あの、そう。出入りが。そこ網戸のところは頭突っ込んで、隙間に入り込んで、うん、こっちの方に頭だけ出すわけよね。あの、網戸も痛むしね。で、結局チャイが来てる時だからね。ああ、そっかそっか。チャイが来てる時だから余計にややこしかったから、事務所やったのね。知らんやん。そんなん知らんやん。チャイでもいい？何でもいい。ごめんなさいね。待ってくださいね。2人ずつ出していただこうか。はい。まずこれ持っていきます。コーヒー入れてきて、こうしときます。はい。このまま食べはる？こうして。はい、いえいえ、あっち持ってきます。はい、すいません。散歩したからね。今はもう
フリーはなし、完全にお散歩で外行く感じ。一緒に歩くの。そっか、一緒に歩いて一緒に帰ってくるのね。でもちょっとこれから僕一人で行ってきます言って、うん、お迎えのとこ入って行ったり、で私が通るに家の前ね、うん、どん付きで、あのあれの時はさっちゃんそっち行って私ここお回りして、でこうやぶみたいなとこ抜けたところ出てくるから、うん、でそこでもう一回出会って、まあ、一緒に歩いて先頭歩くからついてきてるっていうのを私に、ちゃんとついてきてねって。すごい。それでもうここからまた僕一人で行くから言って、あ、まあ、そのうちね畑のところで、うん、まあ、待ってんのよ私ずっと待ってて、もこういう時ってまたこっち回ってみてまた出会ったり、でまた出会わへんかったり、続けるとこ行って、そっか、分かってるからね。ヤンコちゃんはそっか、通れるとこが好きなとこ通るから。そうなの。それでね、ついてきてよっていう時もある、ね。へえ。待ってるから、ずーっと私が行くの待ってるから。あ、こっちこっちみたいな。で玄関出ても、ちょっとさっちゃん、あの長靴履くからとかトイレ行くからとか待っててとか言うじゃない。なあ、ずーっと待ってると。へえ。そういうふうになってきたのね。だから一緒に散歩、一緒に散歩一緒に散歩するって感じ。それでもう帰ろうって言ったら帰る、走って帰る。危ない、車が嫌いだから車危ないしって言ったら、もう本当に車怖いから、もうだから車はこっち、車に走って帰ろうって、一緒に走って帰る。すごい、賢い。自分もそうしたところでもしかね、なんか事故に遭うとかね、あるわけだからね。そうなったらもうそれは私は悲惨やと思ってるけど出してる、引かれてるにゃんこちゃんとかいるもん、たまにいるやろ。あ、なんで引かれるのかなって思う。びっくりして、びっくりし て, して帰って出ちゃうって感じやと思うね。あの、そういうみやこさんのところの今言ってた感じで、自分が飼ってた猫がいるのよ子供の時の、うん、で車がまだ家のその前の子通って、で危ないと思ってなんとかちゃんと読んだんだって、うん、読んだら余計にこっちに来たんだって、引かれて死んじゃったのね。でも大泣きして四十九日まで毎日あの、まあ自分が作ったお墓にね、学校から帰ったらお参りしてたって言って。そう。じゃあちっちゃいから余計に記憶が自分で買ってはやらへんのね。そういう子供の時の猫の思い出はしっかり持ってはるね。そういうね、子供でそんな四十九日とかって言ったら、田舎は丁寧だからよかったね。大人のやらはること見てるから、うん、でそれをそのままあの1時間ぐらい猫と喋るんだって、死んだ猫とね。お墓に。すごい。うん、怒ってる。怒ってる顔してる。嫌な顔してる。閉じ込められてる。めっちゃ嫌な顔してる。今朝ちゃんと新聞に載ってましたね。あの、うん、記事送ってくれはった悦子さん、うん、いい感じ。まあ記事の内容はね、そうそう、それ気に食わんところあるかもしれないけど、いやいや全然全然面白かった。素人さんね、造花の花みたいな、そう面白かった、ね、言って、あっちなんとかフラワーって書かんと、あ、そうそうそう、それは言ってたから、なんか多分、うん、その方が分かりやすい。アーティフィシャルフラワーが一般的じゃないから、うん、造花って書いていいですかって言われて、うん、だから、うん、増加って言うと、とか言って、だからなんかもうちょっといい感じで書いてくださいって言ったけど、増加やったね。そうそう、なんか高品質な増加って書いてくれる。高品質な、そうそうそう、そうね、面白い、間違いないわね。そうで、あ、そうか、成果じゃないんやって、そこでまあ見る人はね、そうそう、わかるし、知識ある人やったら、あ、そう、これのこと言ったらね、わかるし、まあ
記者としてあの別に間違いじゃない。あ、そう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 。うん、いや言ってましたが、先週はあんな感じじゃなかったですよ。もっと、うん、あのなんか大慌てでそこの上でちょっと記事書いてあのあれするんですってなんかもう慌てて行ったり来たりしたかった。でもよく声かけてくれる。この間のみのうちにも声かけてくれたけど、私が予定が全然ないと誰が参加するかも分かんないし、何人来はるかも分かんないし、何日に何かイベントするとか一切ないって言ったわけ、ね、だから記事のしようがないどうしましょうだからもう書かへん方がいい。いや今回はそうします、今回やめときますとかね。前回もそうやった。前回もタコの時息子とその会場が2カ所になってて、そうするとまたちょっとややこしいみたいな。まあそれもやめておきますよ、ね。なんか案外と、いやなんかやっぱ新聞読む人が高齢の方が多いから、分かりやすい極力日本語で書かないといけなくて、できるのをおっしゃってたから、そうなんだあそっかと思って、まあ、確かにみんなね、ねえ、そう新聞を取るって、うん、みんなウェブでニュースも読むし、うん、そうだね、そう日本語に変わるなら日本語でとかって言って、うん、新聞取らない、情報知らないで何も情報入れてない。まあでもネットニュースしか見ないです。ネットでニュースしか見ないです。私も新聞とかとネットニュースで、世の中のことは、まあ、どっかで戦争が起きてるとか、うん、地震があるとか、台風があるとか、いろんなあれあれじゃない、見ないのよ、うんうんうん、戦争とかは分かんない、うん、私戦争は私も分かんないそういうの知っても、どこがどうだとかあるのか聞いてもね、もう私何もあれだし、もう知らんでいいと思って、うん、ほぼ見ない。もう私と猫とかご機嫌でここで暮らせたらいいっていう、うん、いいと思うあの繋がってないとは思ってないんだけどね、うん、世の中のとこといろんなことと私とは繋がってるとは思ってるんですよ。繋がってるとかだけど何もできないし、あのなんかそれに対して何かこうすごい心を痛めるとかそういうこともないのね、うん、まあでもよっぽどなんか思って何か心が動いたら、うん、もう動いてるだろうけど動かないからそうやってそのまま普通に淡々とね暮らしてるわけなんだけど、ね、まあそれで政治的なことでもあの書き込みでな何党の何々に素晴らしいこと言ってるとかね、たまにそういうこといろいろ感化されたら言う人もいるんだよね。うん、もう私わかんないし、なんとなく感覚的に合わへんしと思ってもスルーしときますけど。いや政治もわかんないですけど。写真いい感じで写ってるなと思ったけど、ああ、あれさんのそうでもなかった。いやいや、花が綺麗に写ってたらって言ってて、なんかフラッシュをたくかたかへんかみたいなの言ってて、フラッシュはない方がいいと思いますって言って、あの飛んじゃうから色が、ああ、そうなの、そうそうそう、花がなんか変にテカテカ写るから、うん、それ写ってた？カラーやったよな、カラーでした、カラーでした、うん、でもやっぱ新聞って元の色がグレーそらこうなるかとか言ったんやね、
朝から買いに行ったね。いや新聞取ってる。あ、普通に新聞取ってるの。ってそう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 。なんか付き合いで取ってたのかな。ああ、そうなんだ。そう、それでたまたま。ダクラさんも知ったことあるのかじゃあ。それそんな新聞なんて普通送ってきゃくれへんからね。ああ、全然。うちが中日新聞取ってるから。あ、そうやったんや。うん。ちょうどよかったね。そう。人が映ってるとやっぱり見ようかなってね、記事。あの、ね、なんか人の方がね、見てくれたのに、たちこさんがニコッと笑ってるのが。お肌も、あの、あれだけど。いや、もう言ってて、昨日の時点。もう肌が綺麗に映ってたらいいですって言って。なんかペコちゃんの売ってたの市原さんの彼女がなんかいつか来ますって言ってました。会期中のいつか来ます、市原さんと行きますって。あ、そうなん、来た。インスタグラムかなんかで。あ、LINE で来ました。あ、LINE で、うん、あ、LINE でつながってるの。あ、そう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 。私はね、あの Facebook に上げてて、その風の工房ギャラリーのところで、うんうん、前回のね、あれをいいねしてくれたはった。あの山下さんの終わって、今度は次回は、うんうん、あのお父さん、うん、親子さんなんですっていうのを、まあ、大ファンにあげてて、うんうん、それにいいねしてくれて、新しいのはもうまだ私その夜撮ったからね、うん、それをちょうどあの上げて、そしたら悦子さんから来て、うん、あの同じような入ってすぐのそのいうのがあって、その世界新世界っていうやつ、ね、こっち、あの、透かしたような感じで向こうが見えてない、うんうん、そのまあそういう撮り方、それだけはね、うん、したけど、あとあの、ケトウかな、ケトウの写真は、幸子さんが撮ってるのかな、あれ。あ、私です、全部撮ってるので。それは、まあ、私の撮り方はちょっとなんか正面とあまりやったけど、綺麗にやっぱり撮ったらなと思った。かあれか、スマホカメラ？スマホで撮ってます。あ、そうなんだ。そう、全部。え、だってハガキの写真もスマホ。ああ、そうなんだ。全部スマホで。で、動画も？動画も全部スマホで撮って。どうやってね、あのこうあの草むらの中で、あ、そうですね。こうやってくるくる回って撮ってるわけね。そう、私が自分でこうやってます。そうやな。上手にしてるわ。いやいや。それを結構反応が良くてね。あ、私の普段の全然感覚じゃないけど、また見る人が見て、あのあれだわ、見ちゃうわね。あ、良かったです。うん。風の工房ギャラリーいろんなことしてんやなみたいなことだと思うんですよね。だからそういうふうなこう自分の尺度じゃない、そういう人との関わりでいろんな場面みたいなね、あれは面白いなと思って。知ってもらえることになるし、ね、すごい原始的に原始的にね、こうやってね撮った場所も家の敷地みたいな、写真もあれ敷地です。え、あそこの家の妖怪、はい、そうです。いや、あんな場所あるの、あの木、もう木切っちゃったんですけど、木がジュンベリーの木がもう巨大になりすぎて、うん、で初めどっか琵琶湖とかの湖畔とか行って、うん、写真撮ろうかなと思ったけど、うん、あ、ここで全然大丈夫かも。まさか神話とは思わなかった。どこの下鴨神社行ってるっていうか、そういうところのどっかのあのちょっとあの下日陰みたいな ね森っぽい、そういう静かな、そういう場所で撮ってんのかなと思う。いや、もう今やったんや。そう、もう家で着替えてもらって、うん、一番いいわね、全部メイクもセットもして、うん、じゃあそこでそれはそうは思わないわ。うん、それも妖怪島でしょ。家の前じゃなくて、
前？前、前かな。前とか横？うん、駐車場の。右側の方。そうそうそうですね。多分。ジュンベリーの木が巨大化してて、うん、あのジャムにしたのもらったことある。めちゃくちゃ美味しかった。もう鳥が先に食べ始めるみたいで今。実がちっちゃいから大変なんですよ。で、あのカメムシが結構好きで、でもう切っちゃいました。この間なんか植木屋さん、うん、木を。木があの大木になるの？めちゃでかかったです。結構大きくて。いや、そんなこんな太くはなかったけど、まあ普通にこのくらい。今気になるの？結構大きくなっちゃって。先生のなんかみたいなんじゃないわけ？気になるんだ。結構すごい気になっちゃって。あの、植木屋さんっていうのは、あの、ハイタンさんのお友達に来てもらってるの？岡崎さんって。あ、岡崎さん。ハイタンさんの友達や。うん。もうなんか、パツパツに全部。多分お父さん来てって言ったのかなって思って。なんか帰ってきたらあれ気がないみたいな感じでそう、全部だからもういる木だけ、うん、レモンの木、レモンもあったわね。そう、レモンの木、今年なんか多分レモンがいっぱいできるっぽくて。レモンって今からできるの？なんか実は結構前からなってるけど、ずっとグリーンで、寒くならないと黄色くならないみたいな。あれもあったよね、オリーブね。オリーブも巨大化して切りました。玄関の前じゃなかった、それこそ。あ、そうそう、ちょっと斜め前ぐらいで、それももう切りました、もう全部。切っちゃったの？でかくなりすぎて。実はならへんのかな。実はなってて、あの、蜂がすごいんですよ。あ、そうなの。あの、ブーってこうなんか丸いうるさい蜂いません？クマンバチじゃなくて。あ、そう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 、その蜂、あれがすごい。うん。で、なんか台風かなんかの時に折れて、でそれで危ないから切ったんかな、なんか分かんない。あれも初め多分ちっちゃい植木やったって言ってたから、もらったかなんかで。そうやと思う。だから育てんの、実がなるのも育てんのが上手なの。参考なんかこう肥料とか見たのかしらね。勝手に育ってんのかなって。あの、もちろん野菜ももちろん上手だろうけど、いろいろ知識もね見てあれだろう。でも聞いてもそうやって。することせえへん子がいるか。私外に行くときだけしたんね。家の中いるときは肩こるもんね。そう思ってるのよね。あの、家の中でも外に散歩行かないけどしてるような猫ちゃんもいる。いますよね、うん、いるいる。そうしたはるけど、私はなんか、いや多分肩こると思う。なんかうち の, あの飼ってたワンコももうやめてたから、散歩行くときだけ、あのつけて、あとは家の中ではもうフリー、余計なもんやもんね、うん、服着せたりとか、うん、今にゃんこでも服着せてる人いません？ネットで YouTube で、ね、芸を教えて20も30も芸ができるような猫いるんです。めちゃくちゃ賢いもんね。犬みたいな猫ね。できるけどせえへんねんな。そんなしょうもないことせえへんねん。やろうと思ったらできるもんな。必要なことしかしないもんね。そう、自分にとって必要なことしか。そうなる。人間も。そうそう、そんなないから。ない。人のそんなことのためにせえへんねんな。耳って掃除する？うん、あのティッシュで拭いたりね、あのなんか耳って結構触ってもいいとかチラッとしか私読んでないんだけど、大丈夫って書いてたから、あのちょっとあのなんか目を拭くようなあのあれもあるからね、そういう液みたいな。
なんかあるんですよね、耳の液体みたいな。耳用のってそれは買ってないのよ。ただ名服ようなね、生成剤と抗酸、これは目なんかもしれないけど、この抗酸液でこう作って、でそれで拭いたらいいとかっていう書き込み知ってる人はいたからね、でそれでちょっとやってたことあるけど、今でもそういうの作ってるけど、まあ、それで結局耳もそういうので拭いちゃったり、別に耳水でね、クリさんなんかはそんなんせんでも日本の水大丈夫ですからって水で拭いたらいいわからね。で水とかで拭いて、綿棒でね、綿棒ちょっと濡らして、耳なんかこう入れて細かいところ拭くと、やっぱり茶色い土みたいな、ほこりみたいな、ちょっと濡れててね、そうしてあげる。でも歯磨きはしてない。歯磨きにゃんこも歯磨きするんだ。するんだけど、ジュさんもしたらいいとか言うけど、私が言ってるところは大丈夫ですよ、だからね。歯見てもらったら、まあ犬歯折れてるんですよ、最初からから。ここ来てすぐに折ったかね。酸をここに、私ここの場所だけで育てようと思って、育てるっていうか、向こうには入れないつもりで、で外にも出さないつもりで買い出したのね。だから寝るときも別々って感じ、寝る場所もね。あ、初めはもうそういう感じで。シミュレーションしてて、でこっちで展示してるときには蔵で暮らしてたの。そうなんや。1週間だけね。でもそんなの嫌だから、まあどうしたって出たいわけ。で、1人蔵の中にいさされると、ニャーニャー泣いて、もうガリガリしたりとか、ね。で、あと、私は向こうの部屋で寝て、で、猫はこっちって言ってやったら、酸をね、障子の酸をガリ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 、もう細く細くまで、予備その芯ぐらいまで噛んでる。そういう時に失ってるもしかしたら地道にわかんない、いつ折れるか分かんない、ね、元々なのか、折れてますね、ヨハシ、あ、そうですか。あと目覚めは最初からだから、ベルイカンっていうのが細くて詰まってはいないんだけど、通りが悪いと。ああ、だから涙目に。そうなの。それで、別に手術したところでね、麻酔かけてせなあかんし、やってもまた癒着するとかね。だから、どうされますかって気にならはんやったらあれだけど、まあ別にいいですって言うの、そのままなのね。そこまでしなくていいね。ストレスでやっぱり私涙が出ると思ってて、ストレスがかかってないときあんまり涙出ない気がする。ストレスやな、今自由を奪われて
いやすいません、食べてきたのよ、若々しい感じ。マーフルで、ほら、なんや、あれ知り合いなんですね。え、あんたもでもない一緒じゃなかった、一緒でした、小沢さん、一緒じゃないの、飲みの位置で、そんなにいいから言います、違う、そんな大したことないです、お茶菓子です、一緒やった、お茶もいただいて、お会いしないです、あ、そう、そうですよね、今年飲みの位置した時に、春とか3月に来てくれたと思います、そうです、しました、真ん中でまだ来てくれたのかな、しました、で、靴下と今年よ、今年の冬よ、冬、3月から、それで私秋もする言ってたんだけど、結局しそびれたの、そうですね、やるって言ってたのよ、だからまた来年ね、もし嫌じゃなかったら春先って言ったら、3月とか3年ぐらいの時に、はい、そうか、そうか、そうか、もしよかったら、まあ参加費は無料にして、すいません、ありがとうございました、今度11月の29日から、12月の、10日間ぐらい、そういう方が見て、こっちの会場で、あさっちゃんの先生、洗ってください、こっち、こっちの会場で、すいません、さっちゃん、ちょっと、あ、また取りっぱなしで忘れてた、私。